ミニシゲさん来たー。今笑ってる田中さんですか。田中さん、あの田中さん、あ、本当ですか。田中さん、田中さん、田中さん、もう答えてるから正解です。会いたいです。会いたいです。え、ミニシゲさんだったら MC とか、田中玲奈さんだったら歌とか。ミニシゲさんもタナスタも卒業した時にそれを学ん、タナスタの時とかミニシゲさんの時はもうずっと一緒にいるっていうのを。お願いします。おばあちゃんが私本当にちょっと待って、ね、ちょっと本当にお待ちかねのピンナップポンパン、ピンナップポスター、じゃあ、はい、じゃらーん、パート2でございます。イエーイ。やすしさん、やすしさん色、うん、スカツオ、うん、終わっちゃった。やっさーん。はーい。でれん、でれん、だだだだだだ。やっさんの嘘つき。嫌だからやめて。もう一枚。あー！嘘つき。メシクモの、メシクモのやつ出してやるとか言ったよ。やだ。で、運命的なドゥドゥディオドゥ。かけるディオドゥ。あれ？違う。かけるツーディオドゥ。何ツーディオドゥ。ということで、はい、どうでした？レコーディングとか初めて。緊張して自分で最初はなんかできないかなって、なんか難しいとかを教えてくださったので、レコーディングさんが、レコーディングさんが何でしたっけ、レコーディングさん、レコーディングさんが、さかなくん、ぬいかつくん、ちゃんまと、うん、野中ちゃん、シュワポクと、シュワポクとチェルシーでした。シュワポクチェチェ、じゃあ待って、誰を当てますか。ハニー、ハニーやってるのね、うん、よし、いいよ、これで本当にハニーやってる。はい、残念でした。自分まだどんだけ。以上、モーニング娘。4の工藤遥香と手玉ましでした。自分の名前ぐらいちゃんと言ってよ。今ちょっと不思議でした。バイバイ。バイバイ。モーニング娘。9期10期にクレーム。何ですかこれ、はい、誰ですか。はい、はい、矢島。はい、私あの佐藤まさきちゃんなんですけど、うん、ここにいないですね、はい、いないんですけど、うん、あのもべきますで活動した時に、はい、なんかこうみんなでダンスレッスンがあったんですよ、うん、でダンスの先生がこう図面みたいなの持ってて、うん、位置こう書いてあったんですけど、うん、ダンスの先生って大体こう略して苗字の頭文字だけで、はいはいはい、こうやとか、はい、おかとか、うん、名前書くんですけど、うん、そのやっていう字を見て、うん、あの矢口さんって呼ばれて、そうなんですよ。マジで。そうなんです。で、私しかもその時あの別いない時も、うん、私のことを中島さんって呼んでたりとかするらしくて。被ってね、島はおてんねんけど、ちょっと惜しいね、はい。そうなんですよ。ちゃんと名前を呼んでもらえないんですよね。なるほどね。はい、佐藤まさきね。同期として本当に申し訳ないです。ね、まあ、いやいや、ね、問題児だけどね。私も最近、うん、道しげちゃんって呼ばれます。やったやん、やったやん、もうやったやん、やったやん、やったちゃん呼ばわりされたやん、もうちゃん呼ばわりされました。あってなってますけど、そのうち左右って言われるそのうち言われちゃいますね、道しげって言われると思う、そのうちしげさんって言われるかもしれないな出た、うん、いやでもいいんじゃないの、佐藤はそれでもいいんじゃないの、どうなの、でも憎めない感じですよね、